突然ですがクイズです。 A さんという方が、あるものを飲まされてその場で倒れてしまい立てなくなってしまいました。しかし時を同じくして、隣にいた B さんも同じものを飲まされたのですが、 B さんの体には何の変化もありませんでした。さて一体どういうことでしょう。僕が今からタバコに火をつけようと思いますんで、その間に考えてみてください。はい、終了です。この問題って情報が圧倒的に少ないんですよね。だから問題出された側がいろんなことを想像して自分の中でいろいろ情報を足してでするしかないんですよ。多分皆さんの中で思ったのがお酒を飲まされたんじゃないかと。で A さんはとてもお酒が弱くてで立てなくなってしまった。でも B さんはお酒に強くて何もなかったと。こういう話じゃないんですよ。 B さんの体には何の影響もなかったんですよ。ちょっとも酔っ払ってない。だお酒じゃないんです、これは。あるいは、何か危険な薬物だったんじゃないか。これも違います。そういう問題じゃないんですよね。これはこの問題自体が何の説明もなされてないからいろんな答えが出てくるっていう問題なんですけども、正解を言いますと、飲まされたのはお茶です。お茶で、A さんと B さんは茶道をやってました。で B さんというのは日本人でもともと茶道をやってらっしゃる方で正座というものをしなれてる方なんです。 A さんは日本人じゃない海外の方で、お茶の文化もないし正座というものをし慣れてなかったんで、立ち上がった時に足がしびれて立てなかったっていう問題です。正解はだからお茶でした。情報を伝えないってこういう面白さもあると思うんですよね。なんか演劇とかものづくりする上でもなんかすごい当てはまる問題だなぁと僕は思っていて、僕は、10年ぐらい舞台活動をしてるんですけども、自分の書く台本とか演出とかであえて情報量を少なくするっていうことをずっとしてきたんですよね。それって見てるお客さんにいろんな想像をしてもらいたいし、僕が提示した情報の中だけでいろんな考察をして、で後になって見た人同士でこう議論し合って、ここはこうやと思う、ここはこうやと思うみたいな話し合いをしてほしいなと思って、そういうふうにやってたんですけども、もちろん僕の中ではっきりとした答えはあるんですよ。僕の作る作品っていうのは、ただそれを皆さんに考えてほしいっていう気持ちで常に作品作りをしてるんです。だから、こういう情報の少ないような発信の仕方っていうのが僕は好きです。